フォーカスってやつですかね。そうですね。え、これが純正ホイール？こんな開き方するの？こんなの純正でついてるんですか？すげえいいじゃん。あ、すげえいいじゃん。はい、どうもこんにちは、マットです。てかですね、今日も元気に動画を撮っていこうと思うんですけれども、本日4月6日の愛車紹介2台目ということで、なんだか普通そうな車が来ちゃいましたね。久々になんかノーマルのコンパクトカーみたいなやつ来ちゃったかなっていう感じなんですけど、ちょっとオーナーに話を聞いていきましょうかね。こんにちは。こんにちは。ヨルピクと申します。ヨルピクさん、よろしくお願いします。まあなんかうちのチャンネルね、スポーツカーが来ることが多いんですけど、たまにねスノヤリスが来たりとかシエンタが来たりとかするわけですよ。そんなような1台ですかねこれね。まあそうですね、あの見た目は見た目はへえ、なんかこれどこの車かなこれ。ヨーロッパの方のフォードの。あ、なるほどなるほど、はい。まあヨーロッパフォードというとですね、まあコーティナとかね、いろんななんかあれ早い車作ってるところだな。はい。まあ、アメリカのフォードというとですね、ザ大衆車からスポーツカーまでやってますけど、車種で言うと、はい、フォーカスっていうやつですかね。そうですね。はい。これの3代目になります。はいはいはい。ST っていう。はい。こんななりですもんね。オートマですよね。まあ。この6速です。サル芝居やってきたわけですけどね、こんななりして250馬力の2リッターターボマシンでございますこちら。いや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 、マニアックな車乗ってますね。自分でもやりすぎかなというところはなくはないですけれどもこれだってなんか WRC とかで活躍してたような。そうですね、まあ、1台前まではとかは WRC で、はい、これはどっちかというとツーリングカー BTCC、とかでは活躍してますけど、まあ、モータースポーツベースになってるのは間違いないです、はい、っていうことですよね。競技シーンで活躍してる車なんですよ。とてもそうは見えないでしょ、普通の車に見えるでしょ、知らないと。でもね、知ってる人が見るとね、バックミラーにこのナマズ顔が映った瞬間にね、いやーちょっと追っかけっこは嫌だなーっつってすって道を開けるようなマシンらしいんですね。いや、なかなかうちのチャンネルまずフォードという車が来ないでフォードという車のスポーツグレードに乗ってる人がまず少ないというのがありまして、激レアさんタイプの車なんですけど、なんでこの車選んだんですか。もともとヨーロッパのハッチバックが好き で、はい、でその中で調べていくうちに、まあ、もちろんルノーとかプジョーとか、ああいうフランス車系とかも考えたんですけど、はい、結果的にこいつがかっこいいなと思って探してたら最終的に出会ったので、はいはいはい、ってものがあったので買ってしまった感じになります。こういう車乗ってるってことは、その前も愛車遍歴ちょっと特殊なんじゃないかなと思うんですけど、これが2台目になるんですけど、はい、1台目はこれのフォーカスのマーク3の標準タイプ、いわゆるスポーツじゃないタイプで、はい、ただし 1.6 リッターのマニュアルっていう、またこれ日本未導入のグレードに乗ってました、はい、安心してください、ちゃんと変な人ですよパッと見普通の車なんだけど、よく見るといろいろなんかあっていうところがねいっぱいあるんで、車の方見させていただこうと思います。というわけでヨルピクさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ババーン、というわけでこちらがフォードフォーカスの ST でございます。いやー、独特の顔ですね。そうですね、やっぱりナマズとみんなには言われます。まあ口ですよね主にね。そうですね。え、これ何年式なんですか。2013年。2013年、はい、でも言うて11年前の車なんですね。そうなんです。あんまりなんかそうは思わないんですけどね、当チャンネルあるあるの15年ぐらいずっと新しいみたいなこれが前期型になるんですか。そうですね。後期になるとどうなるんですかね。後期になるともうちょっとヘッドライトがキュッと締まって、まあ、ボンネットとかもちょっと上がってシャープになります。なるほど。この開口部のデカさよ。実は開いてるのはここだけで真ん中開いてないんですけど。本当だ。へえ。これが純正ホイール。これ純正ホイールです。すごいなんか幾何学模様的というか。そうですね、これは先代もこんな感じではあったので、はいはい、そこのイメージは踏襲してると思いますけど。かっこいい。18インチなんですね。18です。例によって最近のホイールだけどさ、スポーク薄っ。最近のって言っちゃったら11年前なんだよちょっと待ってくださいよ、ブレーキめちゃでかくないですか。あんまりこう意識してないですけど、はい、まあ、他の車と並べるとやっぱりハイパフォーマンスカーのブレーキはしてるかなと思います。いや、やる気のサイズですよ。だって18インチのホイール履いててこんだけしか隙間がないんだよで、ブレーキパッドはディクセルになってるんですね。これは納車の時にフロントブレーキの純正がなくて、とりあえず空外を車の方が仕立ててくれて、うん、はいはい、そのまま今つけてるだけっていう状態ではあります。あれ、でもちょっと待って、こんなにローターでっかいのに、もしかして片押し、キャリパー片押しの2ポットなんじゃないかなこれ。へえ。いや、まあ別に対抗だからいいっていうわけでもないんだけどでね、フロント235-4018ということで結構太いでございます。太いですね。タイヤはミシュランのパイロットスポーツ5、新しいあとなんかこのボンネットから A ピラーまでのラインすごいですね。フロントウィンドウめちゃめちゃ寝てるんだな。寝てますね。これ空力ですかね。かな、やっぱり低く長くなってるので、やっぱその分空力稼ぐっていうのもあるんじゃないかなとは思ってます。うんうん。
いやー、サイドのフォルム独特。これが250馬力マシンらしいよ。全然普通に見えるんだけど、でもよく見ると細かいところなんだよな。さっきのブレーキもそうだし、そのままスーって後ろ来るとやる気のリアウィングついてますもんね。そうですね。こんなの純正ですよね。これ純正です。純正で随分な形状してるよいやでもかっこいいですね、このリアウィンドウね。よりねリアスポイラーが大きいのでちっちゃく見えるというか、はい、ですね。すごい、その前後のウィンドウもかなりリアに向かって上がってるから、うん、そうですね、めちゃめちゃケツ上がりな印象を受けますね。そうですね、実際多分横から見るとすごくリア上がりな印象っていうのはかなり強いかだと思います、うん、ですよね。ほらこの通り。いやすごいなって思うのはテールランプどこまで来てるんっていうこれ反対側とかだと、はい、ちょっと面白いんですけど。ほう、反対だと面白い。給油口がそちらにあって、給油口とこう一体のようなデザインになっているっていう、これはまあちょっと私の推しポイントです。え、もしかしてこの継ぎ目がここ給油口ですか。はい、ぜひ押してみてください。そうですね、押収車だからポチッとな。こんな開き方するの？そうです独特。かっこいいじゃないですか。かっこいいですこんなちっちゃいポイントですけど。いやーいいですね。でもってリアホイールも同じサイズか。あ、サイズ同じです。なるほど。リアのねディスクも結構大きいよこれ。うん、やっぱ FF 車という意味ではかなり大きいかなと思いますね。そうですよね、うん、リアについてるのだってあそこにいる車のフロントよりでかい気がするよさすが大パワー FF ですからね。あれ車重どんくらいなんでしたっけ。だいたい1400ちょいぐらいだったかなと思います。まあ、そこそこ重量はあるけどもってやつですね。まあだからそんだけパワーがあって重さもあるからストッピングパワーちゃんとしとこうねっていうことなんでしょうね。だと思います。あ、なんか WRC のステッカーとかついてる。あ、これは前のオーナーが多分貼ってたやつで、私は貼ってないんですけど。あ、そうなんですね。へえ、はい、あれ今所有されてどれぐらいなんでしたっけ。これは1年ちょいぐらいです、ね。おお、はい、1年ちょいでももう十二分に楽しいっていうようなのがなんか顔ににじみ出てますけどはい、楽しいですね。いいですね。こちらがフォーカスくんのリアビューでございます。あ、なんかあの真後ろに来るとテールランプちっちゃく見えるんだけどな。そうですね横に来るとそうですね、圧がすごいですね。圧が後期になるとちっちゃくなっちゃうんで。あ、そうなんですか。そうなんです。シュッて降りてくるとなんじゃこのマフラーどういう形状。初代エスコートのグリルってこんなんでしたよね。そこのオマージュかなと思わなくもないんですけど、はい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 、確証は出てないですなんかあのちゃんと拡大すると分かるんですけどね、一応出口2ついるんですけど、これは2本出しと言っていいのか1本出しと言うべきなのか全日本下回りフェチ協会用の映像でございます。こちらがフォードフォーカス ST の下回りです。太鼓でっかめちゃくちゃでかい。ご会長でんでで。おー、わー、なんかヨーロッパフォードといえどちょっとなんかアメリカ味は感じますね。そうですね、このハンドルの感じはマジアメ車なイメージなんですけどねフォードですね。もうですよね。でもなんかちょっとスポーティーですね、はい、シートのサポートとかは。いや、この辺とかそうですよね。思いっきりセミバケじゃないですかシート、はいあ、ここにも ST のロゴが入ってて、レカロなんですね。そうですね、はい、さっきも言ってましたが男の6速オーディオソニーなんですね。そうですね。で、メーターもちゃんとスピードメーター、マイル表示とキロ表示両方ございます。タコメーター意外と6500とかまでもあるんだな。あります。で、追加メーターのようなものが上に。え？何あれ？純正です。こんなの純正でついてるんですか？はい。油温、ブースト、油圧か。そうですね。へえ。え、かっちょいいかも。ちょっと座ってみてもいいですか？はい、もちろん。失礼します。ここがね、今アイポイントなんですけど。あ、ちょうどいい位置にいますね、あれ。はい。助手席からだと見えないかなぐらいの。なるほど、なるほど。運転手を完全に向いてる感じですね。わー、なんかシンプルでいいな。しかも、こういう機能系のものも、ちょっとこう運転手寄りになるような感じで、ここに壁があったりとか。あってますね。あ、クルコン付き？ついてます。追従ではないですけど、いわゆるクルコンはついてますして、1マイルずつで。1マイルずつ？で、いけます。そんな細かく決めれるんですね。はい、いけます。なんか日本車とかだと、はい、まあメーカーによりますけど、100キロから110キロとかだったりするじゃないですか、はい、この子いくつで設定できるんですか。試したことはないですけど、はい、まあ、うんあ、うん、うん、うん、はい、あの青天井ですいやでもパンチングレザーでちゃんとウェブもすっぽりはまるガングリップ形状。しかも裏も結構絞られてるんですね、ここね。そうですね、はい、へ、握りやすくなってます。いいな、スポーツしてるな。私もとも。あ、こんなところのスカフプレートまで ST って入ってるじゃない。入ってます。所有欲バシバシに満たしてくるじゃないですか。そうなんです。こっち運転席を閉めて、まさかな、
いい音というわけでじゃあお願いできますか、はい、スーパー後部座席チェックのお時間です。フォードフォーカス ST の後部座席はどうなんでしょうか。あらリアシートもデザイン一緒でかっこいいじゃないですか、はい、今運転席ってドラポジですか。ドラポジですね。あ、じゃあちょっと失礼します。はい、あ、すごい膝前めちゃめちゃえぐれてるから結構狭いんじゃないかって思ってたんですよ。ここだとね拳横1個なんですけど、前に来たら膝前拳立てでもまだちょっと余るぐらい。頭上は拳1個2個っていう感じですね。広い。リアシートは結構でも背中は立ってる感じですね。そうですね。かなりね質感良くて、このレザーの感じ、いわゆるソファー的なふかってやつじゃないんですけど、ないですね、結構ハードめで、これはこれで疲れにくいタイプだなって感じしますね。普段使いも OK じゃないですか。全然大丈夫ですし、誰か後ろに乗せるっていうんでは特に不満は今のところ出てないですね。おー素晴らしい。ちゃんとリアにも 12V のシガソケがあるので、後部座席の人のスマホの充電も安心でございます。ドリンクホルダーにもなってるわけですね。ここね、はい、本当に普段使い OK だ。 OK です。人乗せてクレーム出ないタイプの車ですね。そうですね。あとは乗り心地ぐらいですね。あー乗り心地、そればっかりは乗ってみないと分かんないからな、はい、公開場でんでねー。まあ何にも見えないよね。エンジンカバーのところにも ST のエンブレムつくんですね。ついてます。こちらがエンジンスペックが直列4気筒の2リッター、はい、250ちょい馬力ぐらいですね。トルクは340ぐらいだったかな、はい、オーバーブーストがあるらしくて37ぐらいまでは行くんですか。行くみたいです。ただし踏みっぱ20秒でとかだとオーバーブーストになるみたいな一応機能はあると。いわゆるスクランブルブースト的なことですね。そうですね、はい、なんかあのこんなところがシリコンのホースに変わってるみたいですけど。あ、そうですね、吸気はやってありますね、はい、エアクリも本当はここ蓋が閉じてるんですけど、はい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 、取れるタイプになってます。モンチューンって言ってイギリスの結構フォードに強いメーカーというか、はい、チューニングブランドがやってます。このそうです、モンチューン、ここからここまで。え、あ、これも。そうです。へえ、これすごいですね。ノーマルよりでっかくなってるんですかね。でっかくなって中も整流されてるというか、へえ、ちゃんと空気を吸いやすくなってる、うんうん、そこは変えてます。なるほど。基本的にはノーマルプラスこれぐらいってことですか。あとまあちょっとクイックシフトみたいなのは入れてるんですけど。うーん、オーナー的にはどうなんですか、この子の乗り味というか雰囲気というか。いわゆるホットハッチではあるんですけど、うん、いわゆるゴルフとかみたいなこうがっちりっていうわけでもなく、かといってこうフランス車、はい、例えばメガーヌとかみたいにベタッとこうルタイヤを使ってというのとまたちょっと違う、ロールを適度に使って曲がっていくような乗り味になってます。あ、じゃあ結構足なんかもしなやかに動いちゃうみたいな。そうですね、割としっかり動かしてるかなと。とっても気になるんですけど、ちょっとこの辺のご近所ドライブなんて。もちろんいいんですか。もちろんです。じゃあちょっと乗らせてください。お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでじゃあエンジンかけていきます。ポチッとな。静か。左ハンドマニュアルが特に久々だ。この足もノーマルなんですよね。ノーマルです。あ、本当だ、シフト結構コッキンって入る。はい、あ、なんかもうすでに路面のいなし方みたいなのに欧州味を感じますね。国産車だともうちょっとふにゃふにゃーっとここをね、うん、かわしてってくれるんですけど、割とちゃんと路面しっかり捉えて転がっていく感じですね。随分下力ある気がするぞこれ。まだブーストをかけるような走り方はしてないんだけど、2000から2500ぐらいからかかり始めるので、はい、ああ結構じゃあ低回転から来るんですね。はい、ああね、なるほど。20キロぐらいで交差点曲げてってもですね、いろんな片鱗が見えてきますよこれは。好きなタイプの車ですよこれは。箱の良さめちゃめちゃありますねこれ。しっかりしてますし、まあ全然外の音入ってこないのが分かるかと思いますけど、はい、遮音性がすごい。ほんのり聞こえるエンジン音とエアコンの音ぐらいしかしないですもんね、うん、しないですね。いやー、まあでもこうやって走ってる分にはね、コンパクトカーというか、うん、普通の車の雰囲気をしてるんですが、今ね、2速2500回転ぐらい、3000回転ぐらいか、下り坂なんですけどね、気持ちアクセル踏んでくるじゃないですか。早いんだってば。すごいトルクの立ち上がり方したよ、今。あーって、前離れてるんでね、またもうちょっとだけアクセル踏んでみますよ、今踏んでない状態からね。はい、早くない？すごい力あるんじゃないこれ。で、しっかり排気音も入ってくるという。そうですね。2000回転以下ぐらいでパンパンシフトアップしてって、普通に街乗り40キロの流れ乗れそうじゃないですか、はい、なんかそれとはまた違うタイプの加速をしましたよね。しましたね。これやっぱノーマルというかそのベースのフォーカスからこっちに来て、
かなり変化は感じました。変化という意味ではやっぱりこう締め上げたというか、うんうん、あのホットバージョンにちゃんと仕上げたという感じはしますけど、ベース、まあ、足回りの考え方の根っこにあるものっていうのは全く変わってないと思います、はい、ちょっとねその欧州車あるあるの少し日本車と比べるとハードめの足でも乗り心地もすごい良くて、あと何よりねシートがめちゃいい。ちょっとせっかくなんでスポーツモードに。あ、そんなモードがあるんですね。もうちょっと立ち上がりとかは変わらないですけど、多分ステアリングの感じとかは変わると思います。そうなんですか、はい、ここねちょっと路面が悪いところなんですけどね、まあ、グネグネはしてるんですよね。ちょっと力あるなマジで。おほほほほほ、あーなるほど、そこが実はですねちょっと道がいいんですけど、ちょっと加速してみてもいいですか。はい、レッツ加速。よいしょ、あすごいじゃん、速いじゃんダメだってばよ。あへえ、あすげえいいじゃん、あすげえいいじゃんあ本当ロールをしっかり、そうですね、ギュッてロールしたところからグッて耐えてこう鼻が入っていく感じ、はい、アクセル入れるとちょっとクッと入ってくれる感じ、はい、アルファのロール感とちょっと似てるかもしれない。あ現行のアルファとかはここまでじゃないんですけど、うん、ちょっと古いアルファってかなりロールさせてそこで耐えてグッて鼻が入るんですよ、はいはいはい、その感じにすごい近いかも。ちょっともう一回アクセル踏んでみますね。はい、力ある。あこういうとこですね、ギューってちょっと速度が乗った状態で車の、おお、すっごいいいじゃん。あ、欧州車だな、ハンドルは切れない。あ、これはその中でもだいぶ切れない。6メーターある。6メーター最初回転、はい、まあでもホイールベースちょっと長いですもんね。長いですし、多分フロント切れないですね。あーそうなんです、ね、切れないようにしてると思います。いや、こういうとこでグッて切ってった時にね、最初なんかあのあれダルなのかなって思うんですけど、グニュってロールしてから先のこの粘り方っていうのはたまんないですね。これこれは割とヨーロッパ系のフォードの特徴かなと思ってます。へー、あとこのステアリングインフォメーションもすごい分かりやすいですね。ギュッてロールしていくところまでは表現だけで言うとハンドル軽いんですけど、うん、そっからこうグリップしたよって、もう曲がってくる姿勢できてるからね、タイヤ仕事してるよって言った瞬間からちょっとこう重くなる感じで手応えが来る、うん、あります、ね。一応可変ステアリングも入ってたかな。あ、そうなんですね、はい、電波輪で、電波で、へえ。トルクベクタリングって言われるやつですか。うんうんうん、なんか揺り返しみたいなのもないですしね。ないですね。こんなに足柔らかいのに、え、めちゃいいじゃないですかこれこんななんだフォーカスって。というわけで行って帰ってまいりました。めちゃいいエンジンパワーはもちろんありますと。ブレーキの感じもかなり安心できて、ストッピングパワーもあるし、箱自体の剛性もいいし、そんなことより足すっごい良かった。多分ボディ剛性が比較的高い、まあ新しい車っていうのもあって、その分足がしっかり動くっていうのもあるんでしょうけども、そもそも味付けですねこれね。 BM とかとも違うし、ルノーとかとも違うし、かなりロールさせてそこでグッとこう粘らせる足の動かし方、比べるのもおこがましいですけど、僕の145なんかもかなり似た方向性なので、グッて切ってってうにゃってなって、ここからが楽しいやつですね本当に。ってなってくるとスピードレンジがここの試乗コースじゃ足りないです120キロ制限の高速道路とか行かないと本当のこの気持ちよさは味わえないですね。そうですね、ホイールベースも長いんで長距離ドライブとかも疲れなさそうですね。そうですね、まあ、いわゆる距離幅とかまではしないですけど、はい、まあ、300キロぐらいだったら多分、うん、余裕で全然大丈夫かなと。へー、いや結構火の打ちどころないんよ。シートよし、エンジンよし、足よし、ブレーキよし、ボディよし、何これずるいじゃんえ、今このフォーカス ST ってだいたいいくらぐらいで手に入るもんですか。この方で言うと200から300ぐらいはかかっちゃう。うん、まあでもリアルな線ですよね。そうですね、でまず個体が年1回出てくればいい方なので
そんなに弾がないんですか。一応国内で確認してるだけでも10台いるかいないかぐらいです。そんな貴重な車なのこれこの方の ST グレードは並行輸入でしか入ってなくて、はい、でこの上にこう RS っていうグレードあれがあるので、はい、意外と ST って入ってないんですよ。へえ、はい、まあもちろん RS はかなりハードにスポーツしてるんでしょうけど、十分どころか結構毎日ちゃんと乗って足からドライブから楽しめるタイプの車ですよ。よくないってこういう車教えてくれるの本当に一番好きなタイプの車なんだからさ。いやめちゃいいよ、全然このまんまでいいしね。みんなやっぱ足回りはいじらない方がいいというふうには言いますね。足回りいじらないようにでしょ。マフラーの出口変わっちゃうからマフラー変えらんないでしょ。もうじゃあこのまんま楽しんでいくつもりですか。ちょっと欲じゃないですけど、パワーはロムチューンとかで280から300馬力ぐらいまでに上げるっていう猶予は一応あるっぽいので、はいはいはい、さっきのそのモンチューンっていうところとかで出してるので、まあそこをちょっと出せたらいいなという気持ちと、まあもういっかっていう気持ちがこう、あ、半々というか交錯してるってやつですね。まず冷却をあといじってからやるかなぐらいですね。なるほど。こういう車乗ってるんで絶対にあのこういう車の友達多いと思うんですよ、はい、変なやつっていうのが多分周りにいっぱいいると思うんですけど、はい、そんな変なやつ軍団の中でもこれはいないでしょう。そうですね、そういう人たちにちょっと乗ってみて乗らせるとみんな目うろこで帰ってくるんじゃないですか。はい即答だった、はい、今日はゆるふくさんありがとうございました。ありがとうございました。そんなオーナーさんの SNS っていうのも概要欄の方に載ってますので皆様チェックしてみてください。そしてこの動画を見て面白いと思ってくれた人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。